いらっしゃい、手作りファッションの店エイブルシスターズへようこそ。なんこれ、全身タイツ。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2020年5月9日土曜日の午後4時55分です。では本日のお知らせです。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。お、久々。誰やろう。どんなお客様が遊びに来られたのか、お会いするのが楽しみですよね。これやっぱりさ、なんか10人揃っとっても呼べるみたいなのを聞いたんやけど、そうなんだろうか。何回も言ったら誘えるんかな。では本日も楽しい一日になりますように。誰やろう、気になる。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。めっちゃハリーポッターみたいな格好してるけど、一応なんか学士の服っていうのが風船から出てきたけんさ、それ着とる。いつもさ、なんか風船から出てきた服に着替えるんやけど、それに合わせて周りの小物とかも変えようんよね。ん？またなんかバラがめっちゃ増えてきたな。だって私ここを取ったもんね。犬小屋設置したけん。あ、ポスト変わっとる。ん？モニカから。親愛なるアイナルちゃん。メッセージカードって仲良しな子からもらうととっても嬉しいよね。あたいもアイナルちゃんに喜んでもらいたくて心を込めて書いてみたよ。返信くれたら嬉しいな、モニカより。かわいい。ほら、ポスト変わった。こんな感じ。よっきやっほー。よ、元気そうだな、てごわす。世間話でも。しかしまあよく降るもんだ。俺はもう飽きちまったぜ、てごわす。ね、ここんとこなんか毎日ぐらい雨な気がする。梅雨でもないのに。ねえねえ、君って僕のことどう思ってる？こうやって恥ずかしそうにすると普通なら言えないようなことでも言えちゃったりするんだよ。自分の気持ちを伝えたい時にはこのもじもじがぴったりだと思うんだ。です。あ、なるほど、仕草を教えてくれると。もじもじなリアクションを教えてもらった。もじ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 でもちょっと顔が怪しい感じするけど。アンヌちゃん。よ、アイナ。今日も会えたね、だってね。世間話でも。ああ、濡れちまってるじゃないか。帰ったらさっさと風呂に入りな、だってね。これって傘差しとったらまた別の反応やったりするんかな。お。住民挨拶キャンペーン、たぬきマイル 200×2 ゲット。よきよき。さあ、で、ちょっとキャンプサイトの方に、あ、だいぶここも増えてきよるな、花が。キャンプサイトの方に、ちょっと、ね、キャンパーさんが来ているというから、誰が来ているのかを見に行こうじゃないか。歌ってる。まあ、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか？よ、お話ししよう。あなたとお話ししているだけで、なんだか楽しくなっちゃいますよ。それはよかったよ。なんかさ、傘のタイプの子と、カッパのタイプの子がおるんかなって思いよったんやけど、なんか傘差しとる時と、カッパ着とる時があるよね、同じ子でも。なんなんやろ、違い。気分かな。あ、かわいい、サンゴーさん。いやあ、いらっしゃい。僕のテントにようこそ。キャンプ楽しませてもらってるよ。この島は空気がとっても美味しいね。きっと食べ物も美味しいんだろうな。羨ましい。うりゃー。このなんかね、かすかに見えとる目が垂れ目っていうのが、私垂れ目が好きって言うだけなんやけど。ねえねえ、今から僕とちょっとしたゲームをしてみない？もし君が勝ったら僕のアンダーリンメガネを商品にあげちゃうよ。うりゃー。アンダーリンメガネいらんけど、まあ、うん、いいね。やった、そうこなくっちゃ。それじゃあ早速始めよっか。ルールの説明はいる？うりゃー。いらない。うん、わかった。それじゃあ早速カードを切って。はい。今引いたこのカードのマークは赤か黒かどっちでしょうか？目がでかくなった。黒。さーて答えはどうかな。イエーイ。クローバー、黒いから当たりだよ。ってことで僕の負けだ。約束通りこれあげるね。僕のアンダーリンメガネ。面白かった。負けちゃったけど楽しかったよ。またやろうね。ふりゃすかさず飴を取り出すのが。カエルな服、やっぱり緑だから。はい。何個物持っとんやろ。
や、いらないよ、ルール説明は。なんかそのうち、勧誘する言葉が出てくるんかなって思うんやけど、どうなんやろ。え？マジで？赤か黒かじゃないんや。今引いたこのカードのマークはハートダイヤ、スペード、クローバーのどれでしょうか？マジで？ちょっと難しくなったけど、スペード。さて、答えはどうかな？難しいよ、それは。マジか。ああ、ドキドキした。こういうのって答えを見るときが一番緊張するよね。うりゃ。まあ、それ以外で緊張する部分ないけんな、逆に。テントの中ってね、お家の中よりもお外の音がいろいろ聞こえてくるんだよ。ってことは、テントの中の音も外に丸聞こえ？ああ、僕のお腹の音、誰かに聞かれてないかな。うりゃ。さすがにお腹の音までは聞こえんと思う。ラジオの音ぐらいかな。いろんな土地に遊びに行って、新しいお友達が増えるってことも、キャンプの楽しみの一つだよね。世界中のあちこちにお友達がいるなんて、かっこよすぎると思わない？うりゃ。やっぱなかなか来てくれんよね。やっぱこんなじゃないんかな。来るのか？ゲームのタイプもどれぐらいあるんかよくわからんねえけど。あ、説明いるにした。あ、またマークの色の方やね。1/2や、よし。よし、来い。赤で。イエーイ。赤いから当たりだよ。ジョッキーの服多分前持っとったよね。売ったっけ？売ったような、売ってないような。でもやっぱり呼べないな。キャンプのご飯って言ったらやっぱりカレーライスが最高だよね。でもカレーライスばっかりじゃ飽きちゃうし、今度はカレーうどんにしようかな。大して変わらない？うりゃ。あ、味的には。でも私カレーライスは好きやけどカレーうどん好きじゃないんよね。キャンプに行くときってちゃんと準備してるつもりなのに絶対忘れ物しちゃうんだよね。でも僕、マッチだけは忘れないよ。だって火が起こせなくってお料理できなかったら困るもん。うりゃ。あれやね、食い気が。たまたまキャンプに来たこの島で素敵なお友達ができたのに。あ、これは勧誘できそうじゃない？明日にはもう帰らなくちゃいけないなんて残念すぎるよ。うりゃ。ここに住んじゃいなよ。え？引っ越してきちゃってもいいの？それはすごく嬉しいお誘いだけど、実は昨日、お家のそばにフルーツの木を植えたところなんだ。それが大きくなるのを見届けたいから、せっかくだけどやめておくよ。でも誘ってくれて嬉しかった。うりゃ。そういうパターンもあると。でも多分さ、10人いっぱいおるけん、断られたってわけじゃなくってことやと思うよね。僕がこの島にキャンプに来たのはね、ここで僕が楽しく暮らしてるっていう夢を見たからなんだ。僕が見た夢のお話、君はどう思う？うりゃ。本当のことにしようよ。そんなに誘ってくれるなんて。どうしよう。もう自分じゃ決められないよ。こうなったら、ゲームで決めちゃおう。君が勝ったらお引っ越し。ね、それだったらいいでしょ？うりゃ。いいよ。よーし、それじゃあ早速始めよっか。カードゲームで勝負だよ。もうルールも何も説明しない。赤か黒か。黒。答えは、おー、黒。黒いから当たりだよ。ということは、君の勝ちだ。約束通り、僕はこの島にお引っ越しさせてもらうよ。さて、それじゃあまずはお引っ越しの申し込みをしに案内所に行ってきます。うりゃ。お待たせ。この島の案内所に聞いてみたら、なんと、この島には新しくお家を建てる場所がもうないから、お引越しは無理なんだって。やっぱりそういうことになるの。君はこの島の人だけど、もし僕はここの誰かに代わってってお願いしたら怒る？うりゃ。そう。あ、やっぱそれはできるんや。じゃあちょっと、桜島を。いいんじゃないかな。やった！それじゃあルーシー君にお願いしてみてもいい？ダメ、ルーシーは。その子だったらいいんじゃないかってどういうこと？それは困る。ああ、そうなんだ。それじゃ仕方ないね。え、マジで諦めちゃうの？じゃ、これを繰り返して、自分が出て行ってほしい子の名前が出た時に言えばいいってこと？なかなか。
お、うんうんうん、お、お引っ越ししちゃう。お、こん、ゲームなしでもいけるんや。ゲームなしでもいけるのね。なるほど。はいはい。いいんじゃないかな。やっぱりルーシーがめちゃくちゃ出ていきたいってことなのか。なんかこれ延々とルーシーになりそうな感じするね。どういうこと？そんなに出ていきたいのルーシー。言ってなかったよ、そんなの。なんでルーシーなんだ。つらーい。つらーい。ルーシー？ルーシーさっき話したのに。出ていきたいの、君。運が良ければ雨が上がった後に虹を見ることができるんですよね、よう。世間話でも。今日が土曜日ということは、明日はハッピーホームアカデミーの採点結果が届きますよね。今のうちに模様替えしておこうかしら、よう。みんな家の模様替えとかちゃんとしよん。てか、陽気に歌いよるけど。出て行きたいのか、本当に。つらい。つらい。あれか。みんなの言うコードが、いろいろ変わるまでは、ルーシー以外にはなりそうにないかな、選択肢。あ、ライオンより家におるやん。私、ダーツ渡そうと思ってたよね。やっほー、あれ？やっぱあれか。あの、DIY しよるとき以外、作業台ないよね、普段。だって、いつもここで DIY しよるやん。え、その時だけ作業台に変わるんや。あ、待って、これ、私があげたやつじゃない？鏡。え、絶対そうや。置いてくれている、ありがとう。しかもやっぱ似合う。自然に溶け込んでる。いや、よく来てくれたね、まさしく。これあげるよ。え、本当に？まさしく。はい、この、ダーツボードを、どうぞ。これは？ダーツボードじゃないか。うん、そう。こういうの僕好きだな。質感がたまらないよね。僕の部屋に飾ったらいい感じになりそうな気がするな、まさしく。でもこんないいものをタダで受け取るわけにはいかないよ。お返しと言ってはなんだけど、この1690ベル受け取ってくれるかい？その微妙な金額は一体何なんやろうね。まあ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 いいけど。バラとかも似合いそうやけど、バラって飾ってくれるんかな？渡せば飾ってくれるか。それじゃあ、本当は赤いバラとかがいいけど、まあ白の方にしよっか。ちょっと、花ちゃんちの家の周りに植えたバラ一本もらうよ。また生えてくるやろ。やっほー。大丈夫。そんなに緊張しなくてもいいんだよ、まさしく。は、一日一個しか物をあげられないのかもしや。そういうことなのかもしれない。じゃあまた次回ね。ん？誰か話しよる。君たち二人か。あ、てかさ、なんか毎日、来訪者おるって言うけど、今日おらんくない誰も。別にその辺、ジャスティンがうろつきよるわけでも、ないし。レックスもおらんし。え、多分さ、キャンプサイトに来てるキャンパーさんは含まれんよね。ってことは誰かしらが来とんじゃないかと思うんやけど、広場にも誰もおらんし、え、毎日来るんよね？違う？毎日ではない、もしや。いらっしゃい、手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。なんこれ、全身タイツ？あ、その柄かわいい。え、それ、それ、あれやないん。レオパード柄やないん。あ、アイナさんいらっしゃい。そうそう、家具のリメイクで使える布地、また新しいのを作ってみたので、よかったらどうぞ。ちょっと仕事の息抜きにと思って作ってみたんですけどね。やり始めると楽しくて、ついつい夢中になって作っちゃうんですよ。さあ、ちょっと、リメイクできるようなもの私持っとる？持ってないよね。持ってないよね。おおきに、またどうぞ。今日の来訪者、なんか特に、いないんですけど。
いない時もあるということだろうか。そういうことなのだろうか。よいしょ。ちょっとここにある岩もね、気になるけん、今度壊しておこうかなと思うんやけど。ツネ吉が来とるとかいうこともないよね。びっくりした。誰かと思ったよ。シャンティーか。元気する。何よりだわ。だってば。世間話でも。島暮らしってほんと素敵よね。家の中に置かれたらもったいないわ。だってば。うんうん。まあそれはね。いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店へようこそ。ようこそ。どうも。もも。ダンボール、いいね。あ、そっか。ダンボールって言っても置いてみんと、こういうダンボールの場合もあるってこと？いいやん、いいやん。私、みかんのダンボールが欲しいな。多分あるよね。わからんけど。あると思うんやけど、ないかな。今回全体的にいい感じやな。黒板、欲しい。黒板もなんか、書かれてるものの種類がいろいろありそうな気がする。と、このなんか、受付。ダイナーの、カウンターテーブルなんや。へぇー。私普通になんかホテルとかの受付かと思った。違うのね。うんうん。で、筐体がアーケードゲーム FTG でございます。64000ベル高え。高え。なんてこったい。ってことは、お金を下ろして買っておこうかな。うんうん。よし。そこまでしてでも。何か。フリンジスカート。フリンジスカートってどんなの？見えない。見えない。どれ？フリンジスカート。あ、これか。なるほどね。なんか、カウガール的な感じにいいかもね。はい、そして引き出しておきます。とりあえず、7万あれば大丈夫よね。ATM。で、引き出し、7万、10、100、1000万。はい、OK。あと6万しかない。まだまだ、ローンの50万には程遠いよ。そしてそんな中、ゲームを買いに行くというね。お金を下ろしてまでも。お、ツンドラさん、やっほー。あら、こんなところで会うなんて、奇遇じゃない？なのだわ。話しに来たよ。これだけテイストの違う商品が集まってるのはこのお店の魅力よね。おかげで私たちいろんな商品を買えるんだし、なのだわ。ごめんね、お店の中スカスカにしちゃって、これも買ってくんだ、私。はい。FTG って何？何かしら種類があるのを買います。はい、OK。ふぅ、ごめんね、そっち全部売り切れなんだ。よしよし。ってことでちょっと、今持っとるやつでできるかな？リメイク。DIY で何か作ろうかな？リメイク。じゃ、これでパターン見とこう。今回増えたパターンは？あ、クールが増えたんや。いいね、いいね。レオパード。レオパードめっちゃいっぱいある。てか、アニマル柄いっぱいある。キリンもいいし。もうかわいい。めっちゃかわいい。なんかさ、このクール使ってったらさ、ギャルチックの部屋できそうじゃない？この辺ヘビ柄やん。ね、そんな感じの部屋にできそうじゃない？あ、これ、あれやん。ハワイアンな人形のやつじゃない？そんな名前かどうか忘れたけど、前私が部屋に飾っとったやつ。ハワイのお土産かなんかわからんけど。そういう感じのやつ、あれじゃない？あれやね、なんか、レオパード柄めっちゃ種類いっぱいあるね。かわいい。超かわいい。よき。でも学習チェアはやっぱひよこなんだ、私の中では。うん。さあ、ということで、じゃあ今回も、布地ももらったことだし、今回はこの辺で終わりにしたいと
思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかこの調子で生きよったらさ、なかなかお金がたまらんすぎて最終段階まで自分の家を持っていくのにどれぐらいかかるんやろって思ってしまった。100万ぐらいいくんかな。やばっ。